ドンチャリウス <laughs> ということで、えー、今回なんですけど、まあ、タイトルにもある通りね結構怖いタイトルになってると思うんですけどあ,のあんまり人のことなめんなよっていうね <laughs> あのー、動画をね出そうと思います。はい、で何、あのーまあ、でそういう動画を出そうと思ったかっていうと、あのーまあ、最近ね結構 DM が来ましてインスタでね、あのー、その DM の内容に関するね話なんですけど。 まあ少し前にあのサブチャンネルではえー、とまあ、そういう迷惑行為とかさちょっと前に僕イタデンがめっちゃ来たんですけどそれに関する話とかあとは、えー、と YouTube のコメント欄のなんかモラル的なあの話にね軽く触れたんですけどまあその延長上というかの話にはなるんですけどまあ最近ね DM が来てまあ、どんな DM がねあの具体的に来るかっていうとあの今日本当に今日あったのはなんか。 僕全然知らなかったんですけどインスタの DM ってなんかグループトークみたいなのができるようになってるのかな今。なんかよくわかんないんですけど LINE のグループ LINE みたいな感じでできるっぽくてでなんか気づいたらね知らない人からなんかとあるグループに招待されてて、まあ、僕あの承認制というかなのであの承認するまではね入らないし、あのー、まあ承認も結局しなかったんですけど結論から言うとね。あのー まあどういう、あのー、グループでどういうトークというか DM が来たかっていうと、あのー、まずねグループの名前が「スベル」って名前だったんですよ「スベル」ねピューって滑「滑るル」ね「うん滑る <laughs> でそのなんかね、あのー、リーダー格というかそのグループを作った人か,かが多分一番最初になんかトークを始めだして。 なんだっけなあのー、今度スケボーしようぜみたいなだから滑るって多分スケ,スケボーやろうって意味だと思うんですけどスケボーしようぜみたいなこと言い出して他の仲間のやつが、あのー、その返信に「龍末入ってんのねわら」みたいな「龍末入ってんじゃん」みたいなことを言っててあのー、でその後なんかね僕はまあ承認はもちろんしなかったんですけどどんどんなんかトークが進んでってあ今度鎌倉で滑ろうぜみたいな。 ことになって仲間たちが、OK OK、イイーいいよみたいな感じになっててなんかかな勝手にね話がめっちゃ進んでて <laughs> っていうのがあってあのー、まずねあの大前提として、まあ、そ,ういうその DM に関わらず、あのー、なんかそういう DM は全部ね別に承認しなきゃいいし編集しなきゃいいっていうのは大前提なんですけどあのまあそれは置いといてなんか。 そそも,そも、ね、あの、まあ、僕はこう顔を出してやってるんで相手側からはね知られてるかもしれないんですけど僕からしたらその誘ってきた人たちの顔も名前も知らないし会ったこともなければあの話したこともないんでまず怖いじゃないですかいや誰みたいな <laughs> で全く知らない人にいきなり遊ぼうぜって言われてるようなもんですから <laughs> っていうまあ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 まずそういうなんか怖さも。 あるしなんかそれも置いといてあのー、距離感というかなんかもうそれ一回あったというかまあまあ仲いい友達に送るようなあのマ、ーまあ、インドというかスタンスのなんか文だったんですよ。だからそれをねいきなりこう初対面で送られてきても僕としてもねよく分かんないしなんかどういう神経というかどういう距離感 であののー、せられてるのかなっていうかまあ舐められてんのかな <laughs> 舐められてんじゃないかなとかねその時思ったんですけどなんかよくわかんないなっていうのがあってなんかあのー、まだねあのー、お店に関する DM とかだったら僕もね答える義務があるし答えたいと思い,思いますし答えなきゃいけないと思うのであれなんですけどそれ以外のなんか結構プライベートなら dm が多くてそうさっき言ったそのスケボーとか,なかそういう距離感がなんか曖昧になってるのかなんかまあ今の若い世代、まあ、僕も <laughs> 若い若造ですけどペーペーのあのー、僕よりさらに若いのかなちょっと年とかも知らないですけどもう SNS 慣れしすぎてんじゃないかなみたいな風に思ったりとかなんか普通誘わなくないっていう <laughs>。 感じそうそうそうだしあのまだねあの一回会ったことあるとかあの例えばお店に来てくださったとか僕のあのフリマに来てくれてちょっと面識があるとかであの今度スケボーしませんかとかしましょうよとかだったらまだわかるしあの,そのグループに入れる前に一旦ねそのなんかグループを作るリーダーとか作ろうとしてるやつ 1> が 1, 対1回ね1対1であの個人的に DM で「今度スケボーやりませんか?」とかあの送って「僕はいいですよ」って言った上でグループに移行するならまだわかるというかまあそれが普通の流れだとは思うんですけどまあまあでもどっちにしてもねそいつのこと知らなかったら僕は多分あの返信もしないとは思うんですけどいきなりねあのグループに招待されてもうなんか来る前提みたいな <laughs>。 感じで進められちゃってもあのー、よくわかんないというかあの困っちゃうというかっていうねあのー、dm が最近来たっていうのが一つですねうんよくわかんないですよねもうどういう考えでね僕をバカにしてなんかそういうあのいじり的な感じでやってるのかそれともあの本当になんかやろうと思って 誘ってるんだけどもう SNS 慣れしすぎてもうなんか距離感とかが分かんなくなってるのかどっちなのかはちょっと分かんないんですけどまあこれなめられてるのかなとか思ったりしてやっぱり、うん、やっぱまあキャラもあるか僕もいつもヘラヘラしてるし <laughs> 兄貴と比べたらねやっぱ僕は庶民派というかあの、まあ、こんな感じなんであーまあそれもあるのかなとか思ったりとかしたんですけどなんかねよく分かんないなっていう。 のがあったのが一つっていうかなんかねそうそうまあそれが一つですねであとはあのー、あのー、なんだろうななんかサイズ感を聞いてくる人というかまああのお店にあるアイテムだったらわかるんですよお店の開いてるお店にあるアイテムだったら僕も全然答えますし答えなきゃ答える義務もあるしっていうあのー、まあそういうのさっきも言った通りお店に関する あのことお店の商品とかだったら、あのー、ここ、あのー、なんだ前向きにというか絶対返信するようにはしてるんですけどそれ以外のな,なんだっけな例えば僕が持ってる。 お店で取り扱ってないアイテムで僕が持ってるものねのサイズ感とか、あのー「あれってサイズ感どんな感じですか?」とか、あのー「僕足何センチなんですけどあのアイテムなサイズ何がいいと思いますか?」とか聞かれても「いやいや知らん」みたいな <laughs> もうそれサイズガイドあると思うのであのそのウェブとかその商品ごとにそれ見てねあの決めていただかないとなんか僕としてもねそれでなんか行って。 いざ履いてみたら、靴のサイズ合わなかったとか、服のサイズ合わなかったとか言われても、責任取れないし。なんか、そう、そう、そういうことをね、そういうプライベートなというか、ことを言われちゃっても、困るんですよね <laughs>。っていう話、そうそう、だから、サイズ感はもう、あの。僕より、自分が一番知ってるじゃないですか、自分のサイズ感なんて、自分が一番知ってると思うんで、なんか、別に、その、いつも通りの。 サイズ買えばいいと思うし、最悪合わなかったら返品とかすればいいと思いますしそこにね僕は責任を負えないというか僕の一言で「サイズミスった」とか言って後で苦情とか来ても困っちゃうしそうそうそうだからねそういうのねちょっと困っちゃうんですよーっていう <laughs> 感じそうそうそうなんかそうプライベートなの聞かれてもねっていうのでまあ、基本的には返信してないんですけどなので。 あの僕にね今後聞いても意味ないので <laughs> お店のこと以外はとかあとは、まあ、もちろんあの YouTube いつも見てますとかそういうなんかプラスのあのメッセージとかだったら嬉しいしありがたいのであのどんどん送っていただけてたらなと思うんですけどそういうのそう,いうそれとは別のなんかプライベートなねものを送られちゃっても困りますのでえー、とそういうのはね自分で決めてください。 っていう感じそうそうそうどういうことなんですかねっていうか僕そういえば今思い出したんですけど確か1年前ぐらいも僕サブチャンでねあのなんか確かタイトルが「友達じゃないんだよ」っていうねあの動画を出してその内容がね今回と似たようなあの動画なんですけどまあでもその時は今よりもっとひどかったまあ同じくらいかその時はねまあ、始めたばっかだったしなんか。 まあできるだけ DM も返すようにしてたんであれなんですけどなんかねそ,その当時はなんだっけなドンチャリウスとか来てただそれだけが来るみたいないやいやいやみたいな <laughs> てかそれこんたまにあるな今でもドンチャリウスだけ来るみたいないや困るって <laughs> それ僕なんて返信すればいいの返信、まあ、しなきゃいいんだけど、まあ、しないんですけど、うん、基本的にはそうそうだからあのー、とかあといその インスタの、あのー、なんか電話かけるる機能あるじゃないですか電話ってかテレビ通話かあれとかもいきなり来た,とか来たりして怖いし <laughs> なんかそういうねちょっと一回なんかやる前に、まあ、DM 送る前にとか、まあ、テレビ電話かける前に板電かける前にちょっと一回ね考えてみてはいかがでしょうか <laughs> 逆の立場でね 逆の立場で知らない人からいきなりねなんかそういう誘いが来たら自分はどう思うのかとかねあのすぐ考えれば分かることかなと思うのであのぜ、ー、ひね <laughs> よく頭使っていただいて考えていただけたらなと思いますはい、うん、まあまあそうなんだまあ難しいわかんないですね若いとあんまりなんか何も考えないかあの僕も若い頃考えてなかったし。 まああのー、まあそりゃそうっておき、あのー、女の子からの誘いでしたらいつでも行きますので <laughs> ぜひねあのー、女性の方々僕に DM を送ってください <laughs> <laughs> っていうのはまあ <laughs> 冗談ですけど <laughs> まああのー、そういう感じですね伝えたいことが、あのー、伝わればいいかなと思いますはいなのでまあ僕に限らずね他の方々も多分 あの同じようなことを多分思ってらっしゃると思うので、あのー、頭の片隅にね。入れていただけたらなと思います。はい、今回はそんな感じでした。また。